見せかけの日々は2019年に放送されたアメリカ合衆国のクライムドラマシリーズ。実在の事件を扱うアンソロジーシリーズで D.D. ブランチャード殺害事件を描く。アメリカでは2019年に Hulu オリジナル作品として配信された。日本では Hulu から配信されず、2020年4月にスターズプレイから見せかけの日々のタイトルで配信された。作品は高く評価され、第71回プライムタイムエミー賞で主演女優賞にジョイ・キングがノミネート、助演女優賞をパトリシア・アークエットが受賞した。白血病、喘息、スジジストロフィーなどの慢性疾患に苦しみ、早産によって受けた脳損傷のために7歳児の知的能力しかないジプシー・ブランチャード。彼女は近隣の道場を集め、ボランティア団体から寄付されるなど手厚く扱われていた。しかし彼女の生活は母、D.D. ブランチャードが作り上げた偽りの姿だった。0PX、見せかけの日々の主要キャスト。ジョーダン・ヒダリからパトリシア・アークエット、ジョイ・キング、アナ・ソフィア・ロブ、クロエ・セビニー、ケイラ・ムワーシー、プールナ・ジャガナさん。2017年7月21日、Hulu は本作の企画に着手した。2018年5月18日、Hulu が本作のシリーズ制作を決定したことが報じられた。撮影は2018年10月から2019年2月まで、ジョージア州エフィンガム郡で行われた。本作は批評家から高い評価を受けている。批評集積サイトのRotten Tomatoesには34件のレビューがあり、批評家支持率は 91%、平均点は10点満点で 7.28 点となっている。また、Metacritic には16件のレビューがあり、加重平均値は74、100となっている。ありがとうございます。